令和4年4月9日、世界文化遺産国立西洋美術館がおよそ1年半ぶりにリニューアルオープンしました。新しくなった国立西洋美術館とその魅力について田中正幸館長にお話を伺います。今回の工事はですね、基本的には地下にあります展示室、企画展示館と呼ばれてますけども、その企画展示館の空調機の交換の工事と、それとその企画展示館の展示室のちょうど屋上の部分にあたります前庭の防水の工事をするというのが、これが工事のメインの目的でした。で、その防水の工事をするにあたりまして、前庭を全面的に処置する必要がありましたので、この美術館が最初に出来上がった時のル・コルビジェのオリジナルのデザインの状態に戻す、そういうふうなコンセプトにしまして、リニューアル工事を行ったということになります。以前は彫刻がですね、緑の植栽の中にちょっと彫刻庭園のように配置されていたかと思うんですけれども、それがコルビジェのオリジナルのデザインを壊してしまっているということで、その植栽を全部取っ払ってしまったというのが一番大きな変化になります。で、コルビジェはもともと公園の中央の方からこの美術館の中に入ってくるという動線を考えてましたので、その時にその門から入りますと、まず右側に考える人が見える、そして左手に彼への市民が見える、こういうような場面といいますか、情景というものを構想していました。で、今回はそれが再び皆さんに体験していただけるようになったという具合です。それともう一つ、前の植栽がある時の前庭ですと分かりにくかったんですけれども、目地がですね、前庭のところに書かれています。で、この目地もですね、基本的にはコルビジェのコンセプトに基づいて引かれていまして、で、そのコンセプトになっているのはモジュロールと言われるような、空間全体を作る比率ですね。国立西洋美術館ができた後に、コルビジェの弟子だった前川さんが東京文化会館を作られた時に、その東京文化会館の窓の冊子の幅を全て西洋美術館の前庭の目地の幅に合わせる、完全にこうして建物同士が応答し合うようにデザインもされているわけですね。今回はそれがとてもよく実感していただけるようになったかというふうに思います。20世紀になって建築はどういうふうに変わったかというと、まず重量感のあるどっしりとしたものよりも、より軽快で軽やかなものに変わっていきます。例えば今東京の街を見てもですね、ビルの壁面が窓ガラスになっているっていうのはごくごく普通かと思いますけども、そういうふうな新しい建築に変えていくのに、ル・コルビジェはとても大きな役割を果たしたわけですね。例えば西洋美術館に特徴的に現れているもので言えば、1階部分がピロティと呼ばれるものになっていること。ピロティというのは1階部分に壁がなくてですね、柱だけが立っていて、それによって建物が宙に浮いているような印象を与えるわけですね。で、そういうふうに建築がですね、新しく変わっていったことを、ここではですね、それがどんな発想で変わっていったのかということが、よくわかる、その典型的な代表的な建物になっているということができるかと思います。建物は全くいじられてないですけれども、常設展示の作品の並びは大きく変えましたので、それはまた楽しんでいただけるかと思います。あと今回の常設展示では、コレクション・イン・フォーカスという区画を常設展示の会場内にいくつか設けています。そこではここの所蔵品を1点ずつとても詳しく様々な視点から解説するということを行っています。普段よりはより深いレベルでですね、
それらの作品についてお楽しみいただけるのではないかというふうに思いますので、ちょっと字を読むのは大変かもしれないんですけども、ぜひそこも楽しんでですね、うちのコレクションをより深く知っていただければというふうに思っています。台東区が持っているとても重要な、誇っていい資産だと思うんですけども、歴史と文化と芸術の街、これはもう東京随一だというふうに思います。でこれは本当に、台東区の皆さんが世界に誇っていい宝ではないかというふうに思っておりますので、ぜひもう区民の皆さんみんなでこの歴史と文化と芸術をですね、もっともっと大切にしていって盛り立てていくようなことをやっていければというふうに思っています。